IBM システム23は IBM が1981年に発表したオールインワンコンピュータである。IBM システム23ダトマスターは IBMPC のわずか1ヶ月前の1981年7月に発表された。型番は5322である。ダトマスターはテキストモードの CRT ディスプレイやキーボード、プロセッサ、メモリ、 二つの8インチフロッピーディスクドライブなどのすべてを一つのキャビネットに収納したオールインワンコンピュータであった。プロセッサは8ビットのインテル8085で256キロバイトのメモリを管理するバンク切り替えロジックを備えていた。ベーシックインタープリタが組み込まれていた。外付けで二つ目のキーボードやスクリーンを接続することもできた。データマスターの目的は 専門家なしで設置や操作ができるコンピュータの供給だった。発表時にはシングルスクリーンのダトマスターは約9000ドルで販売された。ダトマスタープロジェクトで得られた設計グループの親密性は IBM PC へのインテル製 CPU の採用に影響した。日本 IBM 小型機反撃代理店方式で卓上小型ビジコン S23。 デートマスター発売へ。日経産業新聞1982年1月5日、4面。デビット・ジェイ・ブラッドレイ・ザ・クリエーション・オブ・ザ・ IBM PC ・バイト、衣ン0360から5280、09、ボリューム15、ナンバー9、セプテンバー1990、ピアニッシモ、414から420。ありがとうございます。